쌀이 수수교. 야. この先信号と踏切と階段が、うん、本当だね。味があるね。ね。うわ、高いところに歩道が見えるよ。面白い。階段と線路が一緒になってる。いやー、しんどいなこれ。あそこロープウェイが、うん、見て、あ、動いてる。いやいや、はい、さあちょっとこっち見てみましょう。あ、いや、いや、暑い、息絶え絶え。でも高さだけで言ったら、うん、春日山城よりかは高くないよね。そうだね、春日山城今まで行ったところで一番高いんじゃない。はあ、うん、早いな。こんにちは。大変ですね。仕事ですか。にしても暑いじゃないですか。はい、はい、ありがとうございます。今日は足長い日。うわ、いい景色だ。本当デジャブった。うん、だってこれまっすぐじゃないもんね、階段がね。ああ、ちょっと斜めっていうね。うん、ああ、お堂が見えてきたよ。うお、でっかい岩だね。なんかあるね。何あの岩、すごいな。鎖修行というのがあるらしく、ちょっと行ってみよう。どんな感じの修行なのかな。カラス天狗がいるよ。ほら、よく見るとカラス天狗になってますね。一人100円ということで、100円ずつ入れまして、鎖山マップというのがあって、およそ10分ですね、10分の苦行というところですね。鎖に穴、そうそう、通していけば階段みたいに、はしごみたいに。マジで？じゃあ2人分の気持ちで僕が行ってくるから。よし、これちょっと高所恐怖症の人は無理だね。うーわ、登ってる、登ってる、ありえない。もう鎖を使っていない。
いや、すげえ余裕あんな。そこにいたか。すげえ。景色。あそこで手を振ってるのは誰だろう。ガッちゃんだ。キャハーイ。あ、ガッちゃんで間違いないですね。気をつけてね。できました。よし。ありがとうございます。帰り道？こっち？あ、こっちなのね。よいしょ。ちゃんと帰りは長らかな感じなんだ。でもそうだな、ある程度の筋力とちょっと体が硬い方とか、あと万が一転倒した時にとか不安がある方はやめた方がいいかもしれないですね。すごい景色だね。同じことしか言ってないけど同じことしか言えないぐらい。結構高いよね。そうだね、ダクダクだけどねでもいい季節に来て真夏じゃなくて、まあ、しっとりいい汗をかいてる感じかな。まあでも帰ったらシャワーだねっていうぐらいな感じではある、ね、うん、でも階段一段一段はさ歩きやすい高さだったから。あ、小保大師様のあの、あ、ここでもお会いしましたね。ええ、はあ、どうでしたか。音が鳴るんだね。またいろんなとこでお会いしましょう。般若心経ですね。はい、松尾芭蕉で有名な奥の細道、奥の細道に今、はい、向かっております。そうなの？猫の細道と呼ばれている場所に今向かっています。にゃんこの細道ですね。そうですね。おー、猫がいる。よいしょ。どこでしょ。ほい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 。猫がいる。面白い。ほら、猫。結構アップダウンだね。そうだね。こうやってグループ作って、ちゃんと猫の家というかお店紹介してくれてすごくおしゃれだよね。これちょっと私最初の段階でもう足持っても届かなくて行くのやめたんですけど、行かなくてよかったな。